ましたら。これはあれですかね、もう、ではまずは、はい、はい、お集まりいただいた皆さんに一言ご挨拶お願いいたします。早いですよね。とりあえず5時半に起きて、お風呂に入ってやってまいりました。審査会の、ことは実を言うともうだいぶ記憶にないんちょっと待ってください。ちょっとじゃあいろいろ聞いてください。はい、はい、じゃあちょっと記憶がもしかしたらっていう感じなんですが、まずは今回のデザインコンペティションについてご紹介いただけますでしょうか。何社何人くらい、小山さんの番組の東京会議という番組で募集をかけて、はい、確かその62とか聞いてますけれど、62の応募があったんですね、はい、応募数、はい、僕と小山さん と、水野さんと3人、あ違うよ、本田さんたちもいたんだよね。5人、6人ぐらいで、審査をしたんですけれど、はい、その時には5の5つの、エントリーに絞られていた。あ、まずは62から5つに絞られて、はいはいはい、5つのことはよく覚えてますよ。最初の人は褒めだるまっていうコンセプトだった。褒めだるま、はい、それから、2つ目のエントリーの方は、黒白ではなくピンクと白のパトカ ー、 うーん、3つ目の方が確か歌舞伎だったんじゃなかったかな、歌舞伎の、熊取みたいなデザインの、2台だったですね。それからあれ3つ目か4つ目ちょっと逆かもしれませんけど、ママパトパパパトっていうのがありましたね。まあそんな感じだったと思うんですけど、それではその5つの中から1つに絞られた、はい、優勝された、はい、ご登壇いただきたいと思います。僕が紹介するんですね、はい、お願いします。その2番目に、プレゼンテーションなさった相川さんです。はい、それではご登壇いただきましょう。新褒めパトデザインコンペティション優勝者、相川貴文さんです。はい、すごいですよね、車より先にデザイナーが出てくるっていうどのように対応していいかわからないっていう感じなんですけど、まず一応車出るのをお楽しみっていうことで、はい、まず相川さんが、今回のグランプリを獲得して、彼のデザインで決まりました。相川さん、今日初めて皆さんの前でお願いします。はい、まずはご挨拶からお願いいたします。3代目の、褒めパトのデザインの方を先行させていただきました相川貴文と申します。本日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まあ、デザインに関しては後ほど車が登場してから、はい、お話ししていきたいと思いますので、はい、もう優勝した喜びをぜひお願いいたします。そうですね、もう本日ちょっと4月、もう11日くらいに考えまして、急遽、まあテレビに出たりラジオに出たりと、もうちょっと流れがもう大変もう早い流れで、もう頭の中もちょっとパニックになってる状態なんでまあ嬉しいんですけども、ちょっともう本当大変混乱しております。今、はい、ですよね、まだ気持ちがね、3代目ホイバードになってね、うん、彼はこれでね優勝して人生が変わるんじゃないかと思いますけどね。ちょっと気持ちが追いついてないようですが、はい、本当に。じゃあどんどんあれですかね。素晴らしいことですからね。ご準備の方よろしければ登場していただいて、はい、相川さんも現物を見ながら、はい、話をしていただくのがよろしいんじゃないかと思いますけども、はい、じゃあ松戸さん、相川さん、本日はお越しいただきましてありがとうございます。この後もよろしくお願いいたします。こちらの方にどうぞ。はい、さあそれでは早速登場していただきましょう。お待たせいたしました、完成いたしました新褒めパトトヨタ86スマート電気自動車にご登場いただきましょう。さあ皆様ご準備の方はよろしいでしょうか。大丈夫ですね。それでは新褒めパトトヨタ86スマート電気自動車の登場です。おー、そしてスマート電気自動車が並びました。
さあ、それでは相川さん、実物褒めパトも登場しましたので、デザインのコンセプトのご説明をお願いいたします。あ、ではセンターの方で。センター、はい、はい、実物に挟まれて。実物ね、僕も今日初めて見ました。すごいですね。かわいいですね。じゃあデザインコンセプトの方をちょっとご説明させていただきます。コンセプトは色の違いによる相乗効果です。詳しく説明しますと、見るだけでちょっとドキッとしてしまう従来のパトカーを東京スマートドライバーの、白とピンクに色を変えました。で、見るだけで、ドキッとしまう従来の、パトカーに対してピンクの、パトカーが走っていたら、褒めてもらえるパトカーと、実際、注意されるパトカーと、要は互いに相乗効果が生まれることによって、まあ、本来の、デザインが引き立つのではないかと思い提案しました。はい、先ほど松任谷さんもおっしゃってましたが、可愛すぎちゃうとだしっていうのも、うん、この辺ちょっとあの審査の時の雰囲気も含めて松任谷さんに、はい、このデザインが良かったなっていうあたりもちょっと聞いてみたいです。あのこのデザインが通った理由は、あのシンプルイズザベストっていうことだと思うんですけれど、あの褒めっぱとの初代の水野さんのデザインがあのピンクのチェッカーフラッグだったんですよね、はい、そのピンクっていうのをまず踏襲したっていうことと、うん、こう 見ただけでこのシンプルなパトカーのデザインをピンクに置き換えたっていう、このもう本当に黒の部分がピンクになっただけ、うん、はい、でもそれだけでちょっと雰囲気変わって、変わりましたね。本当にあのパトカー見るとドキッとしちゃうんですけど、あの審査会の時もなんか一瞬どよめきがありました ね、 そうですね。パトカーの写真とこれが並んで出た時にですね、はい、おーってなりましたか。やられたなみたいな感じが。水野さんはもうこれ出た瞬間に他もう見なくていいっておっしゃった、あもう即決というか、もう水野さんは即決されてたんですね。名誉サポーター認定証、相川隆文殿、貴殿と貴殿デザインの褒めパト、トヨタ86、スマート、スマート自動車を東京スマートドライバープロジェクトの一員とすることをここに認定し、未来の交通事故ゼロを目指し、互いに協力することを宣言いたします。東京スマートドライバー発起人、小山君堂、首都高速道路株式会社、代表取締役社長菅原秀夫、よろしくお願いします。おめでとうございます。